はい、というわけでやってまいりました。今日はですね、こちらホンダ NBOX の中古販売です。ホンダ NBOX GL センシングということで、こちらの車157万8000円ですね。いや、これこんな値段っていう感じしないですか？こんな安いのっていう感じしますよね。157万8000円、走行距離は5079キロ走ってます。車検は令和4年の6月までついておりますね。あれ、 NBOX ってこんな安かったっていう感じしますよね。もちろんね、新車で買ってもかなり、この NBOX に関しては昔ながらの軽の値段という感じはすごいしますよね。ただこちらオプションがついてます。いや、ナビとかね、いろいろついてるんで、で今日はね、こちらのホンダカーズ大阪東花園店さんでね、レビューするわけなんですが、またね、ちょっと最近コロナがね、ひどくなってきたので、手の消毒とか、マスク着用、して撮影の方をしております。このクラスでもこのヘッドライトね、これほら、この LED のこのサークラインが昼間でもね、安全性能が高いんだなという感じがします。この丸目がおしゃれよね。いや、ベーシックなデザインは本当に飽きが来ないということでね、これの前のモデルも結構ね、未だに走ってるの見るんですが、そんな古さを感じないんですよね。で、やっぱこれもね、本当にジーパンのようにスニーカーのように履き尽くすといった感じで、すごいね、カジュアルに乗れそうな感じしますよね。いや、いいよな、 NBOX。これね、スライド扉、しかもね、この反対側、こっちは自動なんですよね。ほら、自動扉で、中からも操作ができます。こうなると、もうウォークスルーだわ、本当に。っていうか、広。ほら、もういきなり後部座席からレビューするけど、かなり広いんよ。椅子を立てた状態では、まあ、これぐらいかな。まあ、それでも、手のひら、1枚、2枚ぐらいいきます。ただね、結構これ傾斜がついてるんで、上の方までは、置けないんですが、まあ、これね、倒しちゃうと、ほら、こんな感じ。あ、でも、ちょっと完全フラットにはならへんねんな。本当にね、なんか車用車的な感じで、荷物どかどか乗せるっていうね、そういう乗り方でもいいような気がする。後ろにもこれドリンクホルダーもあるし、やっぱ綺麗やな。試乗車やっぱ綺麗やな。本当に、傷なしという感じですね。結構普通のバンとかってね、こういう四角いタイプだと中古車でも結構いい値段するんですよ。まあそれだったら、この普通の NBOX でいいんじゃねみたいなね、感じが実はしてまして、後部座席もね、こういう感じで倒すと、もう荷物満載ですよ、ほらもう。で、これほら、こういう感じで、ね、シート跳ね上げられんの。そうすると、もうかなり広いよね、ほら。で、バンと違って、この内張りがね、結構ちゃんと仕上げられてますよね。いや、本当にね、乗用車として、いい車だなと思います、NBOX。いやー、私ね、今、ホンダ E 乗ってるんですけども、やっぱりね、充電が結構大変だなと思ってます。で、このガソリン車ね、ハイブリッドとかいろいろ私ね、考えたんですけど、やっぱね、維持費が、やっぱ軽はダントツに安いですよね。税金の面でかなり優遇されてると、高速道路もね、安いんですよね、軽ってね。はい、よっこら、小一。はい、内装の方はね、こんな感じですっていう感じで。やっぱね、こういうね、オプションパーツ、これ、ケンウッドがついてるな。ナビとか、結構ね、いいのついてる時あるんですよ。まあその辺ね、ついて、この値段になりますんで、やっぱ新車で買う時はこういうのとかね、地味にね、フロアマットとかドアバイザーとかもね、ボディブローのように金額足されていきますんで、まあ走行距離5000キロなんかね、買ってからもう結構すぐ5000キロって走っちゃいますんでね。あ、っていうかこれ久々に見ると、こんな結構ベージュ基調で、ね、なんかおしゃれよね。あ、これがええわな、このベンチシート。乗った感じこんな感じです。いやー、広いね。まあ今日はね、ちょっと参考動画なんで、走行距離増えちゃうんで試乗しないんですけども、
過去ね、こちらハイボタンを押してください。試乗車レビューした動画ありますので、こちらクリックしてくださいね。まあ、あの走りもこのホンダセンシングもねついて、やっぱ安心安全性能が、満載といったものになるんですが、やっぱ新しい車ってやっぱあの先進的なんですよね。その辺がやっぱね、あの古い車に比べて差があるなという感じがします。これなんやろ、なんか USB みたいななんかぴょこっと出とるけど、あと 2.5 アンペアって書いてました。 USB が2機ついてますね。これそうか、ちょっと奥まって差しづらいからこういう風にしてるんかな。あ、それかこれあれかな、モニターとつながるやつ。エンジンだけちょっとかけさせてもらいます。 EC カードが挿入されていません。いやー、これ150万でこのね感じですよね。あの全然安っぽさ感じません。やっぱ所々に樹脂感はあるんですが、この色目とこのちょっとエンボス加工でもこの2種類あるんですよね。ちょっとこうツヤっとパネル、ちょっとこういうね格子状のね、あの布っぽいデザインのエンボスと、こういう革絞りみたいなね、そういったね結構その加工がされてるんで、そのプラスチック感っていうのはそんなに感じないんですよね。でやっぱこのシートがね、ほらこの布の感じ、これ家のソファーみたいなね感じのこのアームレストとか出てくるんで、これだいぶ違うよ、これあるだけでなんかゆったり乗れます。でこの天井がやっぱ高いのがええよな。あの軽なんですけど、まあ幅がねどうしても狭いっていうのはあるんですが、この上が高いとだいぶねやっぱ広さがあるなという感じがします。あ、これドラレコがついとるな。ほらドラレコ完備でした。ちょっとね分かりづらいんですけど、ドラレコの映像が流れてますね。でこういったね、あのほら巻き込み確認ミラー、こういうのもついてます。バイザーはででん、あーミラーだけでした。あ、よかった、こっちもちゃんとミラーついてる。でルームランプね、これも大きい。あ、なんかマイクついてる、これあれか、あこういった電話とかなんか音声ガイド、これ使えんの。よし、後部座席もちょっと乗ってみよう。いやー、後部座席楽しい、広い。いや、こんなに小さいけど小さくないベンベンみたいなね。いや、後ろいいわ、これだったら家族も十分乗れるわ。ほらメッシュのポケットとかね、こうほらちゃんとこうコンビニフック出てくるんよ、にくいよねいや今までのね、あのお客様の声をこと細かく実現してる車だなと思います。いや本当に使い勝手いいわな。これ今ドア開けてたら風が抜けて涼しい。これ自動扉っていうのいいね。あ、ほら見て、ちゃんと出てくるよ日差しよけ。これね夏の暑い時いいですよね。窓ガラスが大きいと視界性がかなりいいなと思いました。ちなみにこの運転席のここであの後ろの扉、開けれます。いやー、ホンダ NBOX の、中古車、販売ということで、あのかなりね結構値段的にこれ本当におすすめ車ですよね。こちらの車ね、あのホンダカーズ大阪東花園店さんの方でね、あの中古販売しております。あの詳しくは下の概要欄見てくださいね。はい、というわけで今日は、ホンダ NBOX の、中古販売でした。じゃあね、バーイ。